これまでに見たこれら2つのシーン、違いは口の中の舌の位置と発音方法です。この記号は舌先を上の前歯の付け根の歯茎、歯茎部分につけ、空気を遮断した後解放する無声音を表すものでした。一方、この記号は先ほどの音よりも少し舌先を奥に移動し、空気の流れを遮断してゆっくりと解放する結果、最後にシュの音が残るシーン、チを表しました。まず英語においてこれらのシーンの違いが重要であることを、意味の違いが生まれるペアで発音練習しながら確認していきます。左側叩く、右側海岸、ビート、ビーチ。左側猫、右側捕まえる、キャット、キャッチ。左側上着、右側指導者、コート、コーチ。左側食べる、右側それぞれの、イート、イーチ。左側情報、有益なヒント、右側切れ端、半導体のチップ、チップ、チップ。左側数字の2、右側噛む、じっくり考える、トゥー、チュー。左側何、右側見る、ワット、ワッチ。このようにこの2つのシーンは英語で明らかに異なるものなので、混同しないようにしなければなりません。しかし日本語話者は本来左側のTで発音すべき場合に右側のCの発音をしてしまう場合があります。それは左側のシーンTの後に母音イまたはイが続く場合です。まず母音イが続く場合から見ていきます。ここからの事例の紹介の際、前半で日本語訳の説明としてカタカナ語を導入します。後半での英語の発音の際、実際に口にしてみて自分の発音がチとなっていないかどうかセルフチェックしながら進めましょう。舌先の位置が上の前歯の裏に近いところに置いてから発音できているかどうかがポイントです。芸術家、アーティスト、アーティスト、またはアーティスト。自動的な、オートマチック、オートマティック、またはオートマティック。劇的な、ドラマチックな、ドラマティック、またはドラマティック。ロマンチックな、ロマンティック。チケット、ティケット。では次に E が続く場合です。これは先ほどの母音よりも口を横に広げ緊張させて発音する母音です。先ほどと同様に前半で日本語訳の説明としてカタカナ語を導入します。後半での英語の発音の際、実際に口にしてみてチーとなっていないかセルフチェックしながら進めましょう。舌先の位置が上の前歯の裏に近いところにあるかどうかでも確かめられます。チーム、ティーム。盗む、盗塁、スチール、スティール。蒸気、スチーム、スティーム。また長母音ではありませんが、同じく口を横に広げる母音が続く場合としてアンティ、モーティなどの接頭辞の発音もカタカナ語の発音と混同しないように気をつけましょう。このように口の中の舌先の位置と発音方法が異なる2つのシーン、t と ch、 日本語話者が特に気をつけるべき場合を中心に、耳と口でこの2つの区別をしっかりつけられるように練習しましょう。